2016年、球界、いや、世間を揺るがす事件があった。清原和博氏が覚醒剤取締法で逮捕されたのだ。逮捕前から噂などはネット記事等で流れていたのだが、実際逮捕された時の映像はショッキングなものであった。あの清原が逮捕と、プロ野球関係者も驚きを隠せなかった。そして清原和博氏も執行猶予が明け、現在タレント業、YouTube 活動などを再開しているのだが、そこで今回は清原覚醒剤事件で風評被害を受けた元プロ野球選手を紹介していきたい。橋本清。清原和博氏の直属の後輩にあたり、名門 PL 学園からドラフト1位で巨人へ入団した。引退後は解説業、タレント業などをこなしていたが、2016年あの事件から情勢が変わっていってしまった。なんと、橋本清氏が現役選手と暴力団関係者の橋渡し役だったと一部メディアで報じられたのです。これを機に橋本清氏は、プロ野球選手会や日本プロ野球機構 NPB から実質的な追放を通達された。橋本清氏は ABEMA TV のインタビューにこう答えている。元暴力団員だと後に分かった。最初から知っていて、自分からアプローチしたとか選手を紹介した覚えはないと説明した。これはまさに吉本闇営業と構図が似ていて、まさに橋本清氏は宮迫博之氏と同じ目にあってしまった。有名人には悪い人が近寄りがちなことは昔からあることで、まさに橋本清氏はそこにはめられたことになってしまった。橋本清氏はプロ野球機構との面談で、言われたのは結果はそうじゃないですかと、プロセスは違うのに聞いてくれないんですと当時の対応を振り返った。橋本氏本人は、付き合いのあった人間が元暴力団員だった事実は認めつつ、知り合った当時はその事実を知らなかったこと、知った後には交際を絶ったことを訴えたものの、取り合ってもらえなかったという。やはりすべては2016年あの事件から、すべてが変わってしまった橋本清。その時も、いろいろと変な目で見られた。ネットにも書き込みがあって、外も歩けなくて1ヶ月で15キロ痩せました。引きこもりましたし、誰も信用できなくなりました、と語った。橋本清氏は、僕は野球を冒涜したこともないし、野球が大好きですし、ずっと追い込まれても、と涙ながらに語った。しかしながら橋本清氏本人も、落ち度はあった。やはり身なりに関しては、あまりよろしくなかった。肌は真っ黒に焼き、派手な感じで、一見反社会勢力の方に間違えられる身なりだ。身なり、友人関係、そして2016年のあの事件のせいで、タイミングが揃い、マスコミの格好の的となってしまった。新庄剛志。阪神、メジャー、日ハムなどで活躍し、48歳でプロ野球のトライアウトを受け、話題を作った新庄剛志。実は新庄氏も2016年の事件で風評被害を受けている。新庄氏といえば、2016年に覚醒剤取締法違反で有罪判決を受けた清原和博氏と並んで解説席に座る写真がネット上で拡散。共に肌が黒すぎるため、怪しいと指摘されたこともあった。だが球界関係者曰く、彼のおかしな言動は元から本当にネジが 2,3 本ぶっ飛んでいる選手だった。北海道日本ハムファイターズ在籍時に、清原に薬物を提供した張本人とされる野村隆仁氏と同僚だったが、この球界関係者によると、新庄はその輪の中に入っていないという。ネット上では、覚醒剤をやっている容姿などで、よく言われているのは、肌が黒い、歯が白い、など勝手な憶測で新庄氏は、風評被害を受けてしまった。元木大輔。現在読売ジャイアンツのヘッドコーチ、ミスター長嶋茂雄が命名、くせ者と名付けられる。身体能力は決して高くはないが、野球脳が高く、内野、外野も守れるユーティリティプレイヤーだった。そんな元木氏も2016年のあの事件で風評被害を受けている。
2016年清原氏逮捕時の時、元木氏は一切コメントを出さず、ネット上では、清原と仲良かったのに元木、コメントしないのなんで、あれほど仲良かった元木大輔のコメントが出てないな、元木逃亡説、と、様々な憶測が出た。巨人時代、元木大輔さんと清原和博さんとは、親分と子分の関係だったと言われていました。確かに巨人時代は、よく球場内でじゃれ合う二人がカメラに収められ、本当に仲の良さがわかる二人でした。巨人時代仲が良かっただけで、元木氏も世間から、覚醒剤をやっているのではないかと、疑われ、風評被害を受けてしまった。広沢克己。ヤクルト、巨人、阪神で主砲とし活躍し、現在は野球解説者として活躍中の、広沢氏。なんと広沢氏も2016年のあの事件で風評被害を受けていたのだ。当時2016年発売の週刊フラッシュにて、現役時代から違法薬物を使用していたという関係者の証言の記事が出てしまった。ここからは記事をそのまま読み上げます。この証言をしているのは、清原被告の元谷町で会社社長の山田大輔さんで、山田さんは、広沢さんは現役時代から違法薬物を使用していました。広沢さんもやっているということが清原の覚醒剤への抵抗を薄めていたと思います。私は二人の覚醒剤の調達役をやっていました。三人で薬物を使ったこともあります、と激白。この話の真相を確かめるべく、同氏の記者は広沢さん本人に直撃取材を行っており、5月12日に都内の自宅前で直撃したところ、山田さんとの交友関係を認めつつ、彼山田氏の羽振りが良かった頃はオフに何回か会いましたよ。誰かの紹介で、ゴルフコンペで知り合ったと思いますね。その銀座のクラブ、S にも行ったことはある。清と彼の3人だけじゃなくて、あと何人かで。でも、違法薬物をやるわけないですよ、と回答。2016年あの事件以降、広沢氏にまでも違法薬物の疑いの記事が出てしまった。宮本和智。読売ジャイアンツで現在投手コーチ。現役を退いた後は、日本テレビでズームインサタデーで司会を務めるなど、お茶の間でも愛されるキャラクターで親しまれた。そんな宮本氏までも風評被害を食らってしまった。ネット上では、肌の色が黒い、歯が白い、清原氏と同じ巨人だっただけで、ヤフー知恵袋で疑いの質問があった。ズームインの宮本和智の欠席に覚醒剤の関係はありますか？言われてみれば顔は黒くなったし、毛髪も急に薄くなりました。先ほどデカ盛り料理を食べる番組で宮本さんを見たときに、肌は黒いし歯は真っ白だしで、法則感じました。元巨人の選手でしたよね。清原さんとの関係はわかりませんが、見た目の印象から疑ってしまいます。と、完全に2016年あの事件以来、疑われてしまった宮本氏。しかしそんな疑いがある中、読売巨人軍に入閣できた時点で完全に疑いが晴れたと言ってもいいだろう。今回は2016年清原和博氏の覚醒剤取締法で逮捕された事件のせいで風評被害を食らってしまったプロ野球関係者を紹介してみました。この件で一番の風評被害を食らってしまったのは橋本清でないだろうか。週刊誌の記事などで信用と信頼をなくし、仕事までも奪われてしまった。が、しかし、橋本清にも問題があったのは確かだ。しかしながら、マスコミによっての印象操作で、週刊誌の部数を上げるためのネタに使われてしまった、プロ野球関係者。その後、週刊誌等では、薬物疑惑のプロ野球選手のネタは減少したが、また何か、プロ野球関係者のスキャンダルがあるたびに、プロ野球関係者が風評被害に遭うだろう。それでは、また。